こんにちは、みずきです。今回はビセの新作アイシャドウをレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回紹介していくのがこちらビセのマイヌーディーアイズ BE4 番です。はい、これは2月の中旬かなに発売されたアイシャドウで、こういったブラウン系のアイシャドウが4色入ってます。個人的にこれパケ買いしたくなるようなすごい好きなデザインです。でこれ自分の肌色パーソナルカラーに合わせて選べるようなアイシャドウになっていて、全5色あるうちのハニーベージュ系を選びました。もともとパーソナルカラーで選ぶようなアイシャドウだとは知ってたんですけど、私は普通に好きなカラーを選びました。で今これ調べてみるとオータムタイプにおすすめのカラーでした。なので個人的に好きなカラーを買っただけなんだけど、おそらくこのカラーは私の肌に合うカラーなんじゃないかなと思います。あのビセのサイト内にこんな感じでカラー別で書いてあるので、気になる方はこちらを見ていただければと思います。私が買ったのはこのカラーですね。ではこちらを実際に手に乗せていきます。ちなみに質感はあのすごいしっとりしたような粉質で、肌への密着感がすごいです。あの保湿の美容液成分ヒアルロン酸とかミネラルオイルが配合されてるみたいです。はい、全部のせたらこんな感じです。パールがちょっと強めでツヤっぽさもねかなりあります。ではいつも通り指とブラシで塗っていきます。まず一番明るいカラーから全体的にのせます。ブラシは6プラスのふわふわブラシを使います。このアイシャドウね結構しっとりしてるので粉落ちとかもないし、ブラシでのせても全然粉っぽくないです。うん、このアイシャドウに関してはブラシでのせるのがすごい合ってるかも。そしたら次こちらのカラーです。これ塗っていくと結構黄みが強めかな、そんな感じのカラーになるので、まあやっぱりこれはイエベ向けのアイシャドウなのかな。当たり障りのないニュアンスカラー的な感じで使えそうです。次このカラー、これもすごい黄みのあるゴールド系のカラーですね。濃すぎないヌーディー系のカラーなので全然濃くならないし使いやすいです。じゃあ目の下にこちらのカラーを使います。そして最後一番濃いカラー、これは結構しっかりした色味なんだけど深みがあるカラーで肌なじみがいいです。他のカラーともしっかり馴染んでます。はい、という感じで今回はビセの新作アイシャドウをレビューしていきました。で今更ねちょっと気づいたんですけど、この辺にね少しだけ粉落ちしてました。ただ粉落ちしたところでなんだろう、お肌のツヤ感がねちょっと増してるんですよ。なんかこう嫌なタイプの粉落ちじゃないので私的には全然許せます。ただ濃いカラーをたっぷり塗るときはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で個人的にいいなと思った点はこの一番暗めの濃いカラーがこの4色の中でね一番小さいんですよ。私どのアイシャドウでもそうなんですけど、この暗めのカラーはあんまり使い切ることがないので、こういう風に小さめになってるのはすごいいいなと思いました。例えばエクセルとかだと全部ね同じ大きさなので、まあ、そこがねいいなと思った一つのポイントです。でこのチップも柔らかめで使いやすいです。チップだけでもグラデーションが作れそうな感じ。というかこのアイシャドウ自体がすごいヌーディー系なので、こうパキッとカラーが割れたりとかはないので結構使いやすいかなと思います。まあ、春の新作ではあるんですけど全然オールシーズン使えるようなカラーばっかりなので、
ちらはね季節問わずたくさん使っていこうかなと思います。限定コスメではないのでそんなに急ぐ必要はないかな。気になった方はぜひ自分に合うカラーを試してみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では